よし、これこれで、さあさあってやつ。え、何してんの？よろしくお願いします。ええ、何引くやろ。は引くやろじゃないやろ。まあまあいいやって。はい、あ、2枚取ってしまった。すいません、あ、抽選受けたんですけど、あ、なんか2枚引いちゃって変な感じになっちゃったんで、あの最後尾から入るんでこれ返しときます。はい、ちゃんと返しました。いい迷惑で。ありがとうございます。ありがとうございます。北斗は満席。おう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 おおおお、花火もあれしてるから、どうしようかな。うわ、盤上詰まってるか。こっちのブラッドプラスが昨日死ぬほど出てんな。だから逆サイの俺はブラッドプラスを打つよ。なんで今日は朝一バラエティのブラッドプラスから。おはようございます。セブンズ TV をご覧の皆さん、東西街道連の芝生です。本日はですね、東京都は清瀬市にございますライオンさんに来て来店実践となっております。それでは本日の企画ですが、こちらです。俺とは俺流のうちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。まあ冒頭部分でおそらくもう、編集等々の方々がやってくれてるのでもう流れてると思いますけど、まあという形でね、まあ、最後尾からの入場となりまして、まあ、打ちたかった北斗の修羅の国とか、窓マギ2などはね、やはり、とりあえずまあ元々取れないと思って島も行ってないんですけども、まあなので、前日ですね、ブラッドプラスバラエティコーナーに2台あるんですけど、のうちの片方が出てたので、まあ、僕個人もブラッドプラス結構好きなので、まあ、ブラッドプラスからスタートしよう、もう片方のですね、出てない方のブラッドプラスからスタートしようかなと思います。まあそのブラッドプラスがまあちょっと手応え的になさそうであれば、まあライオンさん結構いろんな機種に高設定っぽいような台がちらほらあるので、まあ流動的に移動して、まあ最終的にはジャグラーも視野に入れつつ打っていこうかななんて思ってます。朝一が1000ゲームだのね、フリーズだの日で頑張って爆裂させていこうと思いますので、本日も一日ご視聴の方よろしくお願いします。はい、それではですね、ブラッドプラス2人の女王を打っていこうと思います。はい、まあ朝はねちょっとやらかしちゃいましたけども、まあもうパチソルと向き合うだけなんで、楽しく、そしてやっぱ勝ちたいので勝てるように頑張りたいと思います。まあ朝一サミン経過どうやるのか、ガッコンするのかな。スルッと回りましたね。ちょっと心配やな。おお、いきなり朝一チャンス。それでは、まあ、ブラッドアイ確定と、アイ確定です。ああミスったミスった。まあこれでも一応ソルトになるんで、はい、まあなんでこれはまあ共通なのであれなんですけど、まずボーナスはないのでチャンスゾーンに行きたい。女の人とかやったらチャンスなんですけどね。はい、これでアウトです。まあ設定6でも設定6だと 40% 速度で、チャンスゾーンが ART 期待できるので、やっぱ上がってほしいところ。ここで引くか。3体、ここのスイカはどこなんやろ。あ、1ゲーム早かったっぽいな。3体か。まず押し順当てるゲームっすよ。はい、
お願い。ここで大事なのはやっぱ共通ベロはね、これこう引くって言ってたこれ。中。イエス。行きました。156ゲームやる気確定。よし。今日は冴えてる。三択、三択五択が。はい、ウィン。ということで投資が6000円、156ゲームフラットチャンスプラスです。よかったー。剣舞、おー、いきなり剣舞、あ、剣舞はいい方っすね、まだ。よし、スタートっすね。はい、157ゲームからスタートっす。はい、ということで1セット目というか今日初めての ART は92枚で終了と。ひー、いやまあでもこっからっすからね。またね、ブラッドチャンスに行くので、ここでまだ倒せば OK でしょ。1体は熱いよ。ここ倒したいっすね。でいきなり来たか。あかん。よし、セーブ1枚。ただそのブラッドプラスの解約点の人は引き戻すと30ゲームが多いんですよね。はい、何度か倒しました。そう、30ゲームなんですよね。ここやっぱ初代と一緒でやっぱ50ゲームとかの方が嬉しかったっすよねって言ってたら、レア500追加。お、何が起こる。連ここはあえて行きました。熱い熱い。あー、熱くない方。あ、これチェリーっすね。あー、乗らず。本日初めてのチェリー。タイヤはどこに。タイヤはどこに。回ってくれないか。お、回った。よっ、おー、ちょっと待って、これちょっと早すぎる。天台が、上決戦です。まあ継続させることが大事。いきました、上決戦でございます。 Go to sideways です。これが楽しいんですよ、とにかく。まあ1セット目は確実に乗るので、やっぱ普通に見ておけますね。ゴートサイフェイズ、サイフェイズ。はい、お、10ゲーム頑張れ。よし、5ゲーム。あ、おー、レア500。簡単だ。20ゲーム5ゲーム。あー、ね、1セットと1セット目40ゲームを乗せましたよ。結構ブラッドプラスやったら多い方ですよ。40は、いけいけ。ラック、これでもまだわからない。さやさん避けて。あー、まずいな。強攻撃2回はまずい。2回目避けたと。赤字でもない。ちょっとこれまずいな。あ、継続です。ほぼ継続です。いい感じ、いい感じ、めっちゃいい感じ。はい、これで、次回 Go to Sideways 確定です。興奮しすぎて噛む。熱い。もう体温的にも上がってる。楽しいな。ここでね、ブラッドアイゾロイドが引くとやばいんですけどね。この後で、はい、Sideways 得です。ここでか、追加。Yes.
でしょ。もう終わるとき単発で終わっちゃうんでマジで。というわけで、いやあそこ一体で倒せてマジでよかった。こういうやっぱエスパーが大事になってくる台なんで、ほんまに重要なんですよね。やっぱああいうところでいかに大型だろうが小型だろうが、あのもう一人のあの兵士みたいなやつ倒すのが非常に大切なんですよね。お、あー強い方じゃない、まあ、チェリー、あチャンス目でした。10ゲーム。おお、何ゲーム？え？かける10？え？100ゲーム。おお、そんな演出が嬉しいっすね。このパターンシャメから100、熱いよ。もう重要しに行く。1万100なんで、よし、はい、もう当たってますね。これベルコボシなんで赤系っすね。あ、赤同色です。まあ、せっかくですからここまで引っ張ったんで進みます。ベルでしたし、はい、おいし、まあ、よくしかしなかったのにね、勝ちましたね。
ですね。はい、というわけでですね、まあ、ボーナスの分と、待機状態中に引いたチェリーの分の20ゲーム合わせて140ゲーム上乗せで終わりではなかったです。いやもう終わりと思うやん、そりゃ。まあ、まあ、ここ継続すりゃな。プッシュ出ず、よし。はい、上決戦中ストーリー2個目と。よしよしよし、ありがとうございます。あ、終わったかな、さすがに。13連、まあ、さっき言った通りビッグと待機状態中のチェリーとのバランスが20ゲームあるんで、トータルで225ゲームではなかった、やはり。簡単だ。ごめん、言い過ぎた。頼む、降りてきて。ごめん、言い過ぎたから。言い過ぎた、お願い。ここ大事やねんって。ここマジで大事やねんって。さすがに、うん、17年265ゲームよかったでしょう。まあ、ボーナスの10ゲームと、待機状態中のチェリーの上乗せ10ゲームあったんで、まあ、この上決戦自体では245ゲーム上乗せで終了です。残りゲーム数が371ゲーム上出来。3択です。消化の2245枚獲得です。いや、まあ相当いい方じゃないですか。さて、ブラッドチャンス、2匹。天井雨くれ、うそやん。やった、やった、一発目やった。ちょっと見に行くわ。やった、マジでやった。どうした、3万8000やった。はい、じゃあね、大型よしく翌週2体なんで、これは結構設定差的にいいところでもありますし、さっき1体でしたしね。でプラスなんつってもね、ゆとり君が、リセテンで一発目に雨ぐれが流れたらしいんで、負けてらんないっす。彼の映像残んないっすけど、いきなりか。中終わりっす。だですよ。2000枚まで出たんで、2200枚でだいぶアドバンテージ持った状態でちょっとカンパしながら打てるんで、まあ、言うて1でも引けない確率ですけど、1じゃなさそうな匂いはしてるけど、ボーナスが結構引けてるんですよ今の状態で。それがちょっと奇数寄りなんで、5とか入れるホールさんやったらね、あの粘る価値全然あると思いますけど、じゃないとしんどい台なので、なんとも言えないですね。広角っぽい。お、あー、まあ朝一かなり初当たりは早かったんで、こっから長くなったらな、嫌やな。164枚と69枚、50ゲーム86枚で終了。ですね、現在2850ゲーム回っております。チェリーが142分の1、終わってます。追加77分の1、まあこれはいいですね。で両方合算して50分の1と、2850ゲームのうち ART やら何やらで、消化したゲームですね、大体ですね1500ゲームぐらいですか。まあ半分ぐらいは ART と ART の待機状態中ぐらいだったので、まあ1400引いたところで1450ゲーム中で、疑似が11回と、まあ、272分の1、まあ良くはないです。ただその抑止の出方とかは悪かないんで
です。難しいところではあるので、ちょっと周り見回そうかなと思います。はい、回遊魚になります。まあ、メインの奇襲のコーナーなんですけど、ここがあれですよね、窓マギ2と北斗の修羅が入ったところなんですけど、ちらほらこの台とかめっちゃ出てるし、これも ARD 自体はいいんじゃないのかな。うん、まあ、修羅も絆はなんかちょっといつもより、あ、これも出てる、そうか、半分ぐらいは出てるんですね、窓マギ2。ただ修羅がね、この台数で1、2、3、4台箱使ってるんで、8台かな、9台かな、8台か、うん、で、あの、おそらくさっき網網してた窓マギで、あの、たらふぐ出てる絆が多分これなんですよ。10箱ぐらい、まあ一撃もあるんでしょうけども、まあなかなかね、絆はしんどい台なんで、そんな出ないです。で、手段も別積みしてるし、うん、どうなんやろ、全台とは言わんけど、半分とか3分の1、うん、半分ぐらいかな、出てる台からして、その新技術のやっぱり設定通りにしかなかなか出ないんですよ。点設定で事故らせようと思ったら、こんな長い時間まで、あの、出玉持ってっていうのは、まあ僕のブラッドプラスで分かる通りなんですけど、なかなか難しいので、やっぱ前代とか半ごろとかはもしかしたらあるかもしれない。で、さっきちらっと見ました、やっぱり4台構成以上には、まあ多分4以上だと思うんですよ。6とかではないと思うんですよ。でもなんか入ってそうな匂いもしてるし、で、ジャグラーコーナーでジャグラー1機種に1台いいのがあるので、1機種に1台以上ですね。あの、一番台数多いのがハッピーなんですけど、ハッピーとか2台とか3台ぐらい合算現状いい台はあるんで、あー、ちょっと耕した方がいいのかもしれないですね。うん、はい、それではですね、新規1点ニューアイムジャグラー、さあ現金投資新しく1万円入れてね、やっていこうと思います。まあとりあえずこの1万円でどう動いてくれるか。まあジャグラーはやっぱり自分の中で、まあ確たるいろんなその設定の中での見極め方があるので、ちょっと打っていこうと思います。いきなりブドウ幸先がいい。まあ合算がですね、現状は135分の1と、でビッグが、レギュラーが7回、1900回でしか回ってないんですけども、前回ライオンさん来た時に、まあ、これよりもうちょっと回ってるぐらいかな、で打ち出したら、まあ、結構良かったんですよ、まあ5、まあ、でも6ではないなぐらいのあったんで、まあ、てかこういう台拾っていくしかないんですよね。でジャグラーコーナーが全機種1台ずつぐらい、高設定がって言っても、まあその中身見てないんで何とも分かんないですけど、おおおおいきなりっすね、あ、何ゲームか分かんないですけど、まあ1枚して喋ってる途中に当たったんで、また後で説明します。レギュラーです。はい、話の途中になったんですけど、まあ、ジャグラーコーナーに、まあ中見てないんで何とも言えないんですけど、中見てないから、まあ僕たち打ち手がね、中身を見ることはできないんですけど、まあ高設定っぽいのが1機種1台は入ってた感じです。ハッピーなんかはね、2台ぐらい、だからおそらくですね、ジャグラーコーナーが18台構成かなんかなんですよ、一番多いハッピーでも。なんで、9台に1台ぐらいの割合で入ってるんじゃないのかなぐらいの軽い気持ちで、で現状、ニューアイムで一番合算のいい台がこの台なので、とりあえずこれを、判別しながら打っていこうと思います。だってマイジャグとかファンキーとか
はい、ちょっと、100ゲーム超えたんで、武道必ず終えてみたいと思います。ちょっと体感だいぶ悪くなったような気がしてるんで、はい、現在ですね 6.435 分の1、1から5の数値にかなり近づいてしまいました。まあ、最後ビッグ2発ボンボンで引けたんですけど、ちょっともう5の可能性がある。まあ5か、まあ、もしくは6もあると思うんですよ。あんだけ武道がゴーンって良くなってるんで、あるんですけど、それをちょっともう打つというよりは打てないっすね。正直に言います、打てないっす。もうこれ以上まだこの下皿が飲まれちゃって追い金っていう形はもう僕はできないので、今日は悔しいですけど、ここで実戦を終了したいと思います。はい、とりあえず出玉は流してみてからお楽しみということで、ありがとうございました。結果の方が654枚となりました。お疲れ様です。ただいまライオンキオスさんでの実戦の方を終了しました。では結果からいきたいと思います。ライオンキオスさん、1000円あたりの貸し出しメダル数が48枚でですね、投資が25,000円と、なので1200枚投資で、回収がですね654枚なので、3枚がマイナス546枚となりました。はい、負けました。負けたけど最後の最後でジャグラーでちょっと回収できて、まあ、ハッピーのようなね、疲れたようなっていう形ですけども、はい、まあ、実戦振り返るのもねあれなんですけど、まあ朝一ブラッドプラスからスタートし、ブラッドプラスでね、怒涛の2200枚を獲得し、大半を飲まれやめて、でジャグラーに座って、あそこでも死闘でしたね。なかなか、まあ、最終的に武道確率が 6.4 分の1やったんで、まあ5かな、まあ、6もあると思いますよ。化け角がすごい良かったんで、ずっと落ちなかったんでね、ただビッグ角が引けなかったんでっていうところを鑑みると5なのかなっていう可能性もありますし、まあ、6の引き弱っていう可能性もありますし、4の化けの引き強っていうこともありますので、いやー、なんでね、まあジャグラーの中身が知りたいって感じですけども、いやー、まあ、僕がね、結構ケチョンケチョン、まあ、ケチョンケチョンでもないんですけど、まあ、割とねボコボコどつかれてる間にね、今ちょっとカメラの向こう側にいるあのゆとりさんはねすごいことになってましたね。まあ引きが強かった、うん、真面目に立ち回った俺がね痛い目を遭い、割と自由奔放に暴れ回った君があんなに出すと、ほんまに俺の存在意義とはってなってくんねんな。結構俺も1330枚、いやー、もう俺も不真面目に立ち回った方がいいんかな。そんな好きな台を好きなだけ打った方がいいか、だって朝一のブラッドプラスってそうやんか、好きな台打つっつってブラッドプラス行って2200枚出して、あそこでスパッて、別になんかこうなんか微妙な動きしたからちょっと粘ったけど、あんなことせんともうスパッてやめて、次の好きな台スパッて座った方がよかったんかもしれんな。なるほどな、なるほど。それではですね、また近々セブンズ TV の動画が上がると思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。本日はご視聴の方ありがとうございました。またよろしくお願いします。セブンズ TV